はい、どうもデルデサで、今回はですね、いよいよ明日が放送ということで、めっちゃ楽しみ、ザ・ダンスデイということでね、5月27日夜7時日本テレビ系列ということで、皆さんぜひともね、ぜひともというか絶対、見ていただければなというふうに思っております。私ね、感想もね、もちろんね、投稿しようと思っていますので、見終わったらね、めちゃめちゃ楽しみにしているんですけれども、もうね、収録といいますか、本番の日は終わってるんですよね。5月25日ということで、なのでもう結果は出ているはずなんですけれども、まあすごいよね。 SNS とかでも全然そういう情報が流れてこないっていうので、まあもちろんね、秘密保持といいますか、何かこうね、オンエアがあるまでは絶対結果とかはね、出さないでくれっていうことで、多分ね、来ている、要は多分お客さんとかも来てたと思うんですよね、観覧の方もね。なので、ね、そういう方々には多分そういう風に観光令が引かれているんじゃないかなっていう風には思うんですけれども、まあ一切ね、そういう情報はね、SNS に出てないのがすごいなという風に思います。いや、めっちゃ楽しみですね。まあ事前番組っていうのもね、放送があって、僕 TVer で見たんですよね。より楽しみになりましたね。なので皆さんもぜひとも見ていただけたらなというふうに思います。事前番組。要はザ・ダンスデイがよりね、楽しみになるような、ね、番組だったっすよね。だから要は決勝にね、出てくる人たちのね、こう凄さだったりとか、ここ注目してくれみたいな感じの紹介と、あとは番組がどういう番組なのかっていうのがよりわかる、番組がね、TVer でね、今配信されていますので、ぜひともね、見ていただいて、番組のね、本番というか放送にね、臨んでいただけたらなというふうに思います。僕ね、まあ、もちろん応援してるのはザ・ジェット・ボーイ・バンガーズ、当たり前ですよね。パフォーマーのね、皆さんをね、応援してるんですよ。やっぱり行ってほしいなっていうふうに思うんですよね。決勝のその予選から、決勝の本戦だから2回パフォーマンスしてほしいなって思うし、もう優勝もね、もちろんね、掴み取ってほしいというふうに思ってますし、彼らなら絶対ね、そこをね、やり遂げてくれると思ってます。でもね、やっぱりこうね、なんて言うんでしょう、事前番組を見るとかなりやっぱこう、いろんな人たち、いろんなジャンルのね、やっぱダンサーの方々が出ているということで、まあブレイキンのやばい人たちも出てましたし、なんか関節外す人もいましたし、で、パワーパフボーイズだったっけね、僕がね、なんかこう、うっすら見たことある人もいたし、なんかこう、一糸乱れぬね、なんかこう、不穏な空気のね、パフォーマンスする、一糸乱れ、なんかもう本当にすごい人たちがいたし、あとはね、結構好きだったのが、鉄棒かな？鉄棒にぶら下がってダンスするみたいな、何これみたいな、本当にもうすごい人たちだらけなんですよ。だからこう、どうなるんだろうっていうね、全く予想がつかないというかね、本当にまあ楽しみですよね。だから TJBB 頑張ってっていう、その思いも強まるとともに、なんか普通にね、楽しみだなっていう、どんなね、すごいパフォーマンスが見れるんだろうっていう風にワクワクね、しているところでございますけれども、Go! TJBB ということでね、明日はですね、夜7時からテレビの前にがっついてですね、TJBB を応援して、ね、もう、なんだろうな、本当に一視聴者としてね、楽しんでいこうというふうにね、思っているところでございますけれども、まあ今回のね、ザ・ダンスでもちろん、まあ大会なんでね、そういう出場者っていうところもね、すごくもちろんね、パフォーマンス、要はね、楽しみなんですけれども、ダンクのね、コラボパフォーマンスっていうのもですね、外せないわけですよ、今回ね。もう本当に、ね、どういうパフォーマンス、まあだからもう本当にね、セットリストはね、分かっていることなんで、でもね、本当に今までになかったようなメンバーであると思うのでね、めちゃめちゃ楽しみですよね。いや、まあ個人的にはやっぱこう、世界さんだったりとかね、バドリスティックボーイズのね、リキ君とか、あとはビファーストのソータ君、そしてミーアイのランちゃんとかっていうところもね、もちろん楽しみです。スカイハイさんも楽しみです。まあ全員楽しみですよね、本当に。まあもうこのそうそうたるメンツが揃っているっていうのが、まあね、本当にまあね、奇跡っちゃ奇跡ですからね。いや、本当にどういうね、コラボパフォーマンスになるのか楽しみですよね。もう、いや、ずっとね、結果が気になってしょうがないんですよ。だからね、生配信というか生放送じゃないんでね。だからもう結果が出ているわけじゃないですか、リアルタイムで言うと。だからね、
えみたいな、もうなんかこうそのギャップ、いやだからもう TJBB のメンバーもさ終わってるわけなんですよ、昨日でね終わってて、で今日ね長島スパーランドの方で、イベントというかね、そういう風にねお仕事なさってるわけじゃないですか、普通にね普通にお仕事しているわけなんですよ。多分ねメンバーたちも言いたいと思うんですよね、こうだったっていうのを言いたいのにもかかわらず普通にねこう長島スパーランドでお仕事されているわけで、なんかそのなんか時系列のおかしさになんかこうみたいな、そんな感じになるっすよね。だからもう明日になれて放送が終わればブワーっていろんなねこうだったこうだったみたいなねこう投稿とかいろいろあるんだろうなというふうに思いながらも、いやー楽しみですね、やばいね、いやこういうのいいね本当にね。いや審査員の方々もですね、なんかご紹介、事前番組であって、あこういう人たちが審査員するんだ、あと YOSHIKI さんもいらっしゃるっていうね、もう本当にびっくりなんですけれどもね、大会サポーターの方々もねどういう風に絡んでくるのか大会にっていうのもね、そこら辺もすごく楽しみですよね。だから3時間でね、もう生配信じゃないんで生放送じゃないんでしっかりとまあ編集があって、で大会のねこう流れをねこうポン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 って見せてくれるような形になるのかなという風には思っているので、まあある意味まあね、こう生放送だと、まあ、ある意味いい意味でねちょっと無駄があるっていうところだと思うんですけども、それもねしっかりとなんかこうねあの削ってあって見やすい番組にね、されているんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、どうなんでしょうかね。まあ過去2大会を見たことがないんでね、個人的にはね、ね去年の大会とかでは多分ねスカイハイさんとかが審査員にいらっしゃったのかな、ねあの映像でね映ってたんでね、事前番組でスカイハイさんも驚いていらっしゃるようなね絵もあったんでね、だから本当にすごいパフォーマンスがね飛び出、だからなんかねソロで参戦してる人とかもいたんでね、だからチームだったりキッズだったりソロだったり、もう男性女性構わずね本当にいろんな人たちがジャンルレスにね、参加しているような大会で、でも賞金1000万円っていうところがねちょっとレベルがおかしすぎるので、で多分あのダパンプのねケンゾーさんがね結構旗振ってやられているんですかね、なんかおそらくそうなんですかね、うん、なんかこうケンゾーさんのね思いをみたいな人がねいらっしゃるので、なんかツイッターでそういうの見たんか X でそういう投稿も見たので、ケンゾーさんの思いをみたいなのを見たので、まあ、ケンゾーさんがね旗振ってやられているんだと思うんですけれども、このねダンス界にねやっぱこうビッグタイトルになってますよね。賞金1000万円ってねダンス界において本当にビッグタイトルだと思いますよ。なかなかねやっぱ過去いや賞金総額で言うと1000万円って言うとねナンバーワンだと思うんでね、このザ・ダンスデーがね、うーんなのでね、まあどこが取るんでしょうか、どうなんでしょうか。いやまあ全然 TJBB ありえますからね、だってねそれこそねブリテンズゴッドタレントでねサイバーエージェントレジットはねあのゴールデンブザーを押していただいているっていう背景があって、そこのね、ブリテンズゴッドタレントのねサイバーエージェントレジットのメンバーが2人入ってて、でもその D リーグの中でも精鋭って言われているね方々なんでね、特にまあね滝くんとかはねやっぱそうだと思いました、まのすけくんも日向くんも葵くんもね重虎くんもそうですけれども、やっぱこう D リーグのね、トップチームがトップ精鋭の軍団が来たみたいなね健三さんが言ってたんでね、なので全然 TJBB ありえますからね本当に。だから全然僕はね周りがすごいから TJBB 追ってってるなんて思ってないですからね、 TJBB もね決勝大会まで来てるんで本当に認められているチームの一つだと思いますので、全然戦えると思ってますし優勝狙えるとも思ってるんで期待してね見守っていきたいなというふうにね思っております。それで言うとねもうあの匠くんとね地獄くんはね行ってますからね、イギリスブリテンズゴッドタレントのねあの準決勝セミファイナルにね向かってるっていうことなんで、もうすごいスケジュールですよねこの2人に関してはね。ザ・ダンスデイに出て次はブリテンズゴッドタレントに出るっていうことですから、なかなかのねスケジュール感だなというふうに思っておりますけれども、さあいよいよ明日ザ・ダンスデイ放送日ということで、ぜひとも皆さんね、一緒にテレビでね見守りましょうということでお願いいたします。そして終わったらね、まあ、生配信か感想トーク出すと思うのでぜひともお集まりください。はい、というわけでチャンネル登録コメントお願いいたします。でまた次の動画でバイバイ、むっちゃ楽しみ。